ご質問でも多いのですがこのダウンスイングで腕が下がらないそして自然落下で打てませんっていうようなご質問が多いのですがその場合落下できないというよりはこの左腕のトップの位置を動かしすぎてしまっている場合があります。縦でも横でもも横 左腕が可動しすぎてしまいますと運動量が多いのでその戻している間適正な位置に戻している間に体は前へ前へ進行してしまっている状態になりますのでそのような形になってしまいますと落下というよりはもう遠心力に任せっきりのスイングになってしまいますですのでチェックポイントとしてはまずゴルフスイングというのは前習いのような状態ですので前習いして 骨盤を動かしていただいてトップの位置を大体確認していただければいいんですがこのように上まで上げているような状態ではありませんので手を大体前に出して回っているような状態のところでトップを作っているような感覚ぐらいがちょうどいいですですのであまり腕を上げているような動作をしていないかまず前習いのような状態でトップをまず確認するということが大事になりますそのまま前習いのような状態で確認する であとはこの左肩とこの顎の関係この顎がだんだんと近づいて顔に近づいてくっついているような状態というのはこのように腕の量が上げ下げが強くなってしまっているのでアドレスとこの左肩の距離感を意識しながらテイクバックをしていくそうするとあまりにも顎や顔の口の辺りにかかってくるような状態というのは左腕の運動量が縦に 多いといとうことになりますこのようにアドレスというのは構えていますのでこの胸の角度と腕の角度というのは大体で90度ぐらいになりますですのでその角度をこのように潰してしまうようなのもやはり左腕が動きすぎているという状態になりますトップに行った時の自分のこの前ーらえと同じですね上腕と この胸のラインの角度が90度になっているかどうかっていうのを確認しながらトップを作っていただくと良いと思いますですのでこのように胸を挟ん左胸を左腕上腕で挟んでしまうようなトップになっている人というのはこの横への動きが多くなってしまっている可能性がありますですので前に習いをしている状態のまま単純にこのように後ろを向いていて足が単純にアドレスになっているような状況を作れるような 意識を持ってトップを作ることを考えながら練習していただければと思います本日もご視聴ありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いいたします